今日はね実はそのためにヤスさん、はい、これ街頭インタビューで街行く人に悩み聞いてきましたから。あ、本当ですか、はい、ちなみにインタビューした場所が ABC マートの前ということで夏のお悩み相談 ABC。 なるほど、はい、じゃあいきますよ、はい、最初はこちら。まず年齢と下のお名前聞かせていただいてもよろしいですか。はい、21歳でリョウです。リョウさん、リョウさんは、今スーツですけども、はい、社会人ですか。あ、いやまだ大学生です。今就活してます。就活中ということで、はい、何かリョウさんお悩みとかありますか。最近彼女が化けの皮を剥がしておりまして、どんどん化けの皮を剥がしていくのでどこまで受け入れればいいのかっていうのは分かりません。どういう感じにこう化けの皮というか剥がしてて、最近は彼女が屁をこくぞと音を出して屁をこくと宣言していまして、もう彼女が音出してやれって僕に強要するんで僕もやってます。これからまあどこまで行ってしまうのかと心配になってます。はあ、なるほどね。このね距離感が縮まるのはいいけど、あ、再現なくなってきてるのが怖いと。なるほど。どこまで許せますか。これよくこれ言いますよね。ね。おならが許せるか許せないかみたいになってね。許せる人。僕ですか。僕全然許せると思いますね。すっごい臭くてもですか。すっごいんですよ。すっごい臭かったらそれをこうネタにこう。お、素敵だ。ね。あれ。お前素敵すぎるの匂いってことをね、こう俺しかいなくてよかったなと。でもこれ嫌な人いらっしゃりますよね。いやダメだっつって絶対にこうそういうとこ見せないっつってトイレに行ってって人見たり。ああね、これそれほら男性も許さない人いるじゃないですか。いやあ男か、うん、あそうですか。僕あんま考えたことないな。しょっちゅうしてるから。 いますよね本当。うん、あれえ女がこうそうメンバー感は、いやー大丈夫な人の方が僕は多いと思うんですけどね。そういうことになっちゃったことありますか実際。えいっていう時は僕がですか。はい、あ僕はないかな。じゃあやっぱ我慢してんじゃないですかどっかでは。やっぱこうやっぱこれは俺は嫉妬の安だしここで安だけ行かないだろうっていう。いやなんかタイミングですよね。結構それ大阪人ってほら静かにみたいな。なるほど。そうエンターテイメントになってんのね。そうだ、ちょっと待ってっつみたいな。ここさすがだなーみたいな、ね。なるほど。いや、さすがにその付き合ってない人にはできないですよ。できないですよね。ええ。ああ。ってことは、じゃあこれは別にジョーは喜ぶべきだと。うん、だと思いますけどね。ね、距離がぐっと近づいた。まあね。うん、あ、だから今やむしろ女性の方が全然そうなのに、こういう男性が増えたのかも、なんかそういうことが怖いだとか、どこまでズケズケ来るんだろうなんていう、やっぱ草食系じゃないけど。そうですよね。この弊害かもね。ねえ。ああ。いや。ほら、ちょっとすごい渋谷を垣間見たよ。